中川翔子高島屋のケーキ破損、原因不明の結論に安心させてほしい。ずっと信頼してきた。タレントの中川翔子が28日、コメンテーターを務める TBS、ひるおび、月金曜前 10.25 に出演。大手百貨店の高島屋がオンライン販売したクリスマスケーキの一部が破損して届いた問題について言及した。高島屋は27日に会見し、ケーキの製造後の冷凍期間を昨年の2週間から今年は約1日に大幅に短縮したことを明らかにした。ただ、原因の特定は不可能と結論付けた。横山和久専務は多くの客の期待を裏切った。責任は自社にあると謝罪した。デサンスのストロベリーフリルショートケーキで税込み5400円。全国向けに約2900個を販売し、26日午後8時までに807件の破損を確認。これまでに購入客から被害の申し出など問い合わせが1200件以上寄せられているという。ケーキは菓子メーカーのウィンズアーク、埼玉県羽生市が製造、冷凍し、ヤマト運輸が配送。23日頃から購入者と見られる人が箱の中で崩れているケーキの画像を X、旧、Twitter に続々と投稿。購入者に届いた時点で溶けて崩れていたものや、崩れた状態で冷凍されていたものもあったという。中川は、この問題を切り捨てちゃうんじゃなくて、高島屋さんは贈り物をするときにオンラインが本当に使いやすくて重宝していたので、送ったものがこんな風になっていたらと思うとすごい、怖いですし、安心させてほしい。ずっと信頼してきたということもあるので、しっかりとね、徹底調査を期待したいとコメントした。